森谷一は、明治大学ビジネス情報倫理研究所客員、研究員である。2016年中央大学大学院戦略、経営研究科経営法務専攻経営修士、家庭修了、2001年インターネットセキュリティシステムズに入社。2007年日本 IBM に入社。セキュリティオペレーションセンター運用責任者、IBM コンピューターセキュリティインシデントレスポンス。 チームフォレンジックアナリストを経て、2015年より、内閣サイバーセキュリティセンター上席サイバーセキュリティ分析官に従事、c s a ー t ー協議会専門委員及び、インシデント事例分析 WG 主査、明治大学ビジネス情報倫理研究所客員、研究員を兼ねる。また、ゲスト講師として、明治大学、ナレッジマネジメント特論、経営情報システム、中央大学、 技術と法及び、愛媛大学、経営情報システム論一を務める。主張に、Facebook が危ない、サイバーセキュリティ、ネット語真術入門、朝日新聞出版等。2012年度ジャンスタ表彰個人の部を受賞。2014年から2015年マイクロソフト、MVP 法コンシューマーセキュリティを受賞。ありがとうございます。